なるほどな。ジョーちゃんたちの歌が町の連中が立ち直るきっかけになるかもってことか。私もチカさんたちと歌って少しずつ元気になれましたし、この町の人たちが昔好きだったものを思い出してくれればきっと。問題はどうやって中央広場に町の連中を集めるかだよな。ビラ誰にも受け取ってもらえなかったし。それも不思議はありませんわ。一度諦めたことにまた向き合うって勇気いるから余計にね。確かに私も随分大変な思いをしたものです。とにかくです。他に何か。どうすればみんな来てくれるかな。神々の黄昏、約束の時、迷えるリトルデーモンを導くのは堕天使がもたらす大いなる闇の福音。あ、ヨハネ、何かアイデアあるの？この堕天使ヨハネの魔力が街に刺す影を打ち払う闇のカタストロフを引き起こすのです。ヨシコちゃん、やめるずら。だからヨハネ、私だってみんなの役に立ちたいの。また特に意味もねえことを言ってたのか。たく、よくわかんねえけどおっかねえんだよな、ヨハネの言葉。ねえ、ヨハネ、そういうことどれくらい喋っていられる？え？素直にステージに誘ったんじゃダメそうだし、かけてみるか。はい、私もヨハネさんならできる気がしてきました。え？とにかく町の連中をステージに集めさえできりゃいいんだろ。あ、いましたわ。団長、調子はどうです？シャイニーな気分が取り戻せそうですか？私たちにもこの依頼のお手伝いをさせてください。 B 君たちと力を合わせて一つやってみたいことがあるんです。それで団長、みんなで知恵を絞って作ったとってもシャイニーな作戦なの。私たちがスクールアイドルを始めたのは、元はといえば学校を救うためでしたの。私たちの歌で希望を灯したい。私たちのドリームはみんなのシャイニーな笑顔のために。だから何もしないわけにはいきません。結構な騒ぎが起きると思いますが。この機材に使われてる術式は、師匠が教えてくれたこと絶対役立ててみせるんだから。やった、照明もなんとかなりそうだし、いいよ、ナイスワーク。となればそろそろヨハネの出番ってことだな。ええ、堕天使ヨハネの真の力を見せてあげる。頑張りましょうね、ヨハネさん。よろしくね、ルリア。大丈夫かな。ルリアちゃんもついてるし、きっと大丈夫ずらよ。ねえ、パンを買いたいのだけれど。無理よ、パンをこねる気力なんてどこにもないもの。そうよね、いいわ。私なんかこのまま干からびてしまえばいいのよ。ああ、小麦粉に水をかける元気が欲しい。もうパン作りたくない。下劣で下等な人間たちよ、この声に応えなさい。何なのこの声は。中央広場の方から何が始まるっていうの？
我が名は堕天使ヨハネ。バビロンの神々の導きによりこの地に降臨したわ。さあテナシーの人々よ、この堕天使ヨハネの声に耳を傾けるのです。あなたたちも私のリトルデーモンになってみない？あの子は誰？何を言っているの？何一つわからないけれど、何かとても恐ろしいことをしようとしている。さあ下劣で下等な人間たちよ、私の力を見せてあげましょう。イニシエのバビロンを産み落とせし偉大なる母、そしてチグリスから宇宙らをつないだ生命の主、汝の名はティアマト。え、ちょ、花丸ちゃん、ヨシコちゃん、きっと大丈夫ずらよ。多分ルリアちゃんは強くて優しい子が力を貸してくれるって。原初の神が一柱、生命の母ティアマトよ、その力を人間たちに知らしめるのです。あれは何？あれが堕天使ヨハネの力？このままではあの怪物に町ごとミッチにされてしまいます。ぷっぷーですわ。それは大げさに脅しすぎですわ。 It's Jack！ 皆さん、他の人たちはみんな安全な中央広場に避難してます。皆様、中央広場に向かいましょう。あっちは安全なのね。早くみんなを連れて逃げないと。私は本当にこんなことしていいのか今でも不安なんですけど、この町と団長さんの役に立ちたくて、ルリアちゃんもイオちゃんもみんなで頑張ろうって。だからあれって大切なものなんですか？強い風、もう止んだの？うん。堕天使ヨハネが呼んだ怪物は、ここからは見えないわ。じゃあ、行くよ、ヨウちゃん。機材はまだ治ってないから、アカペラだね。うん。イオちゃんが機材を直し終わって、みんなが集まるまで。私たちで町の人たちをつなぎ止める。
か、すごいことになっちゃってごめんなさい。スクールアイドルたちがいたって聞いて、でもみんなが輝きを忘れて苦しんでるのを見て、何か力になりたいって思ったんです。避難コンプリートね。まったく、ごでもた冗談だよ。はい、たる私の力を幾度も退ける。忌まわしい。この町の絶望はもう誰にも邪魔させない。
私の力に落ちた英雄がどうしてまた剣を取った、どうして剣も魔法も使えないただの踊り子がどうして聖少女の力を離れるの。何度も町を救い英雄を奮い立たせ、許せない。その剣がお前を英雄たらしめるものなら、私がこの手で奪い去ってやる。踊り子ども、お前らがこの聖少女ニヒリスの力の前では、聖少女ニヒリスの力見るがいい。次行こっか。